おはようございます。皆さんこんばんは。ただいまの A ラジオの時刻は2020年6月20日土曜日の午後7時35分です。今日は土曜日なので各地の広場で演奏されています。ゆくすともっきゃりとぶつで皆さん振ってご参加くださいね。それではここの人が楽しくするよう精一杯お伝えしていきますね。あー、私すずありがとう。さっきかよし、お夕方の7時半でもまだ夕方なんだ。あ、お父さんから節約クーポンかな。節約クーポンだね。で、ジャック、愛しの枠目、帽子にはいろんな形があるけどこれは君に似合いそうだなと思って見つけた時にやってくるんだ。かぶった気持ちだが何のくしゃでいい感じだ。恐れ顔が思っちゃったよ。今の気持ちはジャックに見せてもらった帽子、なんだろう、ケイト帽子したけど前回かぶるか。え、なんだろう、はい、デニムギャップよく、いやでもよく言ってたんだよと思ったけど、俺のイメージカラーの青にぴったりじゃん。いいね、いいね、気に入った。多分持ってるけども気に入ってありがとう、ジャック。で、また父様の芸人な、ほとんど父様の芸人いるよな。引っ越してきたから、引っ越してきたから一回もちょっと見てない気もするな。一回見たか。でもちょうどいい。あ、そうだ、前回編集した時気づいたんだけど、編集したアップロードした後に気づいたんだけど、父親の服戻したよね、元に。で、ジャックがまた服が飾ったんだね、ここに。こうやったこのカラフルな服、見づらいけど着てくれてるね。そんな服を入れんの、それ。引っ越しって4日でそんな服を入れんの。すぐ外行き、こんばんは。少々買い詰めた。ふんふん、すみましても、質問してもいいか。何、すぐお待ちもやりたくてお願いします。ふんふん、野球マラソン好きと俺さ、サッカーが好きでフットサルとか僕やんだけどさ、野球マラソンはってよくないかもやし、野球バスケットボール、野球とか面白そうだね。野球、いや、行くか。自分は言ってた、全然な。野球大好きな、でも、はよちって感じの雰囲気ですね。大きな声ですか。それでは行くぞ。バチコーイ。それではこのクラスじゃ、負けるぞ。声だけじゃないでしょ、野球は。バチコーイって今も言うのかな。昔の野球漫画とかではなく、バチコーイとか言うけど、今の野球やってる人言うのかな。バチコーイって。気になるわ。私すごい気になります。下手屋、下手屋な、最近下手屋あんま買ってないからな。夜遅く撮ってるからあくびが出ちゃう。プレゼント成功分ね。はい、いきます。無料で引けないのが大きいね、3000ミリのが。ケイト葛藤走。あー、これか。前回回ったから、売れるようになったんだね。でも、お手頃な価格でね、もっと数万ミリ来るかと思ったけど、そうでもないんだね。あー、シャツ。もう夏だからアロハに気にしてもいいな。バタフライサングラス、まあないですね。これでいいか。はい、よし。じゃあまず単焦点行って、あ、今日株価聞く。昨日140ミリだったかな。今日110ミリ行ってんじゃないの。いや、怖いな。売れば、売るのやめればよかったと思うような金額をやめてね。フクロウの時計がある。ミズクか、フクロウか、ミズクだな。ミズク。顕微鏡がある。
懐かしい。ゲーム機の話な。ゲーム機はそんな安いんだ。ゲーム機は。こうやって果物とかつないの？果物つないか、もしか。飲むか。で、こっちは、ほう。ジム作ってるな、ベースベンチ。ジム作ろうかな、部屋に。買っちゃおう。ジム作ります。懸垂したんだかもしれない。ここはの部屋に、学校の部屋にするといいね。掲示板、これいいやつでしょ。月光出たの、なんで出たんだこれ。14万ベル。掲示板。わあ！ねえ、ぴったり賞とかちょうだい。ぴったり賞。当たった当たった。ぴったり賞だ。ちょうだいよ。ちょうだい。ちょうだい。あ、カブか。普通に初めて当たったな。けど僕は。はい、安い。物干しの風呂、虫作りの虫作りの虫。いいです。ジムさ、俺、部屋、もう一部屋増えたらジム作りたいと思ってんだけど、ジムとかゲームセンターとか。なんだけどさ、ここら辺もジムっぽいもんな、建設さんの話。なんかハワイだっけ、アメリカどっかでさ、別にだっけ、ビーチにジムの施設があるとかあるじゃないですか。アメリカだっけ。それ目指してもいいな、部屋ができるのが。ビーチにジム作ろうぜ。よくないですか、ビーチにジム作るの。ベースベンチこの辺を寝る。ベースベンチって寝るね。はっ、よし。荷物がいっぱいだから、どうしようかな。素敵な映画。ケイト、ここにしまえば行く？どうしようか。どうしようか。テレビでも貼っとくか。はい、夜でも。懸垂できるように。埴輪がうるさいな。埴輪なんかうるさくなってきたな、だんだん。最初は、今週の埴輪かわいいとか言ってたけど。うるさくなってきたな。ドラマ、ドラマ出したいって思ってたところだったんだよ。せい、配信してよ。サンマとクリエイティブの動画撮影が、この中道だ。せい、いいね。でも、キングくん、酒飲むと説教してきそうで怖いな。俺系の住民って説教してきそうじゃない？品格とか特に。最近の若者だよってさ、また DIY してんの、ちょいちゃん。毎日 DIY とか料理してんね、君。何で遊ぼうよ。何したんだろう。菊の冠。お願いします。はい。あと、菊の冠。菊ってこの辺で流行ってるっけ。菊、赤い菊、黄色い菊、菊多分流行ってないな。下町の周りがいろんな種類の花あるから、それでは咲いてるかもしれないね。できれば、オッケー。あ、豚いっぱいいる。いっぱいいるな。あーまさん、そのあとはあんちくん消したの、ボン君。来てよ。まさしま来て、こんなに仲良くなるとか、というか、こういったことは、実際がかかるのもね、嬉しいな。そんなこと言ってくれると。
やっほー、ママ。今回絶対キャンプに来てよ。って、これ取らしてるのさ。あれにするトラップ。よっ、ママ。ドラ1球入ったから、先にするよっかとね、押して。初めてチケット来るのかい？じゃあ、4時間ほど。女性住民が多いな。埋蔵金を始めましょうか。準備されました。全部を載せてしまう。さっきのライブって8時からだっけ？今は7時45分くらいだけど。やりすぎるな。します。2つでね、2つで来るよ。今は新築をアップしたい。そう、夜だからカブトムシとか見るからな。木とかよく見てみるか。あ、プロスキーチェックウェイにか。ワームくん、入れてんだって思ってるんだ。キュン、よしよ。エアジョンって、おそらく探検しても成功すると思うんでね。あ、早く丘の上に行ってほしいな、探すけど。あ、拍手してくれないんだ、この時は。どうして。この辺、周りを見て、できないかな。ナイス、ズレック。ジャック、はい、ジャック、ハイジャックになっちゃう。いや、ジャック、よく遭遇。立面ジャックスでよきに話来てよ。どう来てる？見たしきしてる。そこで見えちゃうけど、そこかな。僕だよ。手付けの趣味とかこそないと思っててデリーゴールドとしてはすんだよね。普段から来てるんだぜ。仕事着じゃないんだ。休日でも来てるもんな。あれじゃあ着替えさせてえな。そういうことせせまるが着てるようなカラフルな仲間とわかんない服を着させたい。じゃあ化石探すか。あ、ハニワ、ハニワ忘れてたな。前回見つけてたよね。これは呼びとくか、その辺に。ハニワのかけら、まだ見る。で、ジョ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 ロをジョ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 ロに呼びかけて、これいいんだよね。で、あれ、で、あ、いいのか。よし、オッケーオッケー。さあ、死んないかな。普通にないわ。7月、8月かな、言うとしたら。トサコさんも今日見てないな。トサコさんはいいのか。緊張してんのか。あ、皆さん、どうも。緊張しよう。今日は天気見て、お疲れ様にして、ボン。いよいよだけどな。この辺、化石ありそう。ないね。やばい。眠い。わあ、虫が痛みました。普通に眠いな。でも今の仕事帰りに来たってんですけど、眠いな。あ、化石あんじゃん。睡眠落としてたわ。で、たくさんもう筋トレやめて座ってるな。そこ何若い。あ、また筋トレして中継してたんだね。よし、じ
ゃあハニワ重ねよっか。バタバタハニワ、バタバタハニワ、あもう引っかかってんじゃんな。配線、配線みたいになったな。さあ化石、確かに昨日雨だったもんね。ハニワが待つもおかしくはないか。そうですか、化石、あの蝶々は高く入れるぞ絶対。食べよう、食べよう、あの蝶々は高いよ。そうそう、化石がコンプリートせんねんけどな。もう200までには、パート200までにはコンプリートしたい。またいた、もう50だってもしかして高くないやろし。あと荷物いっぱい出るよね。 あと1個あんのか。あっ化石を追い出した。この上行ってみるか。よし、よいしょ。あ、話しちゃう。こっちの方も見てないけど、なさそうだな。ない、やっぱ坂欲しいよな、いちいちこれやるのめんどくさいもん、はしごやるの。これも登りでできるのは便利だけどさ。ないね、化石。化石がないね。化石ないね。この辺にあるでしょ。当たった。荷物どうしよう。風船の音しない？風船の音がする。あったあった、これ川に落ちないかな。はい、手前だな。橋の上ってとか、チャンスは来い。来ないの。いや、絶対その場所どうやって川に落ちるって。鼻の周りの上を通ることないでしょ、ね、うわぁ来た。大丈夫かな、橋の上。あ、こっち来たな。あ、上じゃないの。あ、よし、来た。また5000メートルかな。最初は砂浜の床、星野さんの床、リアそう。星の蹴りが必要なのかな。夏の蹴が砂浜の床。星の砂浜ってか、沖縄にある島、あのビーチか。沖縄の土産で、星の形をした砂のお土産が言ってたやつよね。これもディスクに飾ってんだけど。ないね、好き。あと1個どっかにあるはずけど、見当たらない。まあ、とりあえず博物館行っちゃう。この辺ないかな、化石。絶対無糖してると思うんだよ。化石ないかな。ないね。
通になかったわ。じゃあ君金やってんの？何してんのお前、何にそんな入れてんのよ。やっちゃった。じゃあ博物館に寄贈しに行くか。またもう一個見つけたら明日寄贈しよう。